続いての質問です。アスカさん、愛子さん、 T 代表こんばんは。アスカさんによればアマテラス大神イコールイエスキリストということですが、イエスの子孫は存在するのでしょうか。そうだとすれば今日本にいるのですか。よろしくお願いいたします。イエスの子孫というよりも、例えばだよ、はい、あの天孫族って言うじゃないですか、天皇陛下ね、あれアマテラス大神の子孫だって言われてるんだよ、はい、アマテラスイエスだから、はい、そういう意味から言うと、うん、天皇陛下はそのままの言葉で取ると子孫だってなるけど、ね、あれは違うんだよね。イエスキリストの原始キリスト教徒の教えを受けた末裔という意味だから、はい、あの実はイエスはあのユダ族だから、ユダなんだよ、ね、今の天皇陛下はレビなんだよ、はい、うん、それは含めてヘブルだって言えばそれはヘブルなんだけど、はい、そこがねちょっと微妙なところなんだよ、はい。でおそらくおっしゃってるのは、いわゆるマグダラのマリアの間で子供ができたかってことだよ、はい、うん、でよくこれね、あのキリスト教会の各宗派あるけど、うん、そこともいろいろ揉める内容なんだよね。で仮にって言っておかしいんだけど、もしだよ、これからのうちね、まあ先々出てくることなんだけど、獣っていうのが出てくるんだけど、この獣というのが自分は救世主じゃって名乗るんだよね。その時にそいつは、うん、私はイエスの血を引くもんだっていう可能性があるんだよ。あ、はい、可能性があるんだよ。そういうニュアンスをこう含めた映画も、うん、10年ほど前に世界中で広まったんだよ、小説、あの本も含めてね、はい、だから僕自身はね、あのイエス・キリストは結婚してたかどうかってに関しては結論持ってないけども、おそらく子孫はいない。あ、そうですか。いない。そうですか。なのに、うん、イエス直系の子孫は私であるっていうことを言う可能性がある。うん、偽物ですね。偽物が出る。で多くの、キリスト教徒は騙されるかもしれないな。もし言う可能性があるとしたら、それを認めるのはバチカンだろう。ワンワールド運動をやろうとしてるんだから、世界中のあらゆる宗教宗派は全部バチカンのもとに集まれる。それでやれば戦争はなくなる、世界が平和になるという今運動をやってるわけだよ、うん、だから